皆さんこんにちは。来シーズンより、FX 新潟の監督を務めさせていただきます、久しぶりと申します、このファミリー感あふれるあのアルベックス新潟というクラブの、監督を来日に来ていて、まず選んでくれたクラブ、そしてそれを支える、多くの皆様に、感謝するとともに非常に、身の引き締まるように思っております、皆さんの、期待に応えられるよう自分の持つべく力は精一杯発揮して、チームのより良い方向に向けていけるよう精一杯に持っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お話をいただいたときにはもう間髪入れず、あの自分の心の中では、やらせていただきたいと、あのいうふうに思いました。まあ、あのファミリー感というのはまずあのこういうような状況でもやはり多くのファンの方がやはりスタジアムに足を運んでくださる、そういう、スタジアムを見たりだとか、あとは、まあ、クラブの中で仕事をする上で誰が、どこからどこまではといったような線引きをしているようなことがなく、やはりあのみんなが本当に協力をしていろんなことを積極的にこう楽しんでやっているようなところをやはりすごく感じていて、ものすごく本当に雰囲気を大事にしているくらいなんだなというところからそういうふうに感じていました。チームに対してもこのような、はい、自分自身ですね、はい、難しいですね自分で自分のことをこう、まあこれまではあのこの新潟が運営している中でやってきていることと、そんなに大きく変わる理念を持った監督ではないと思います。あの非常に近い考えを持っていますし、私のサッカー人生ですね、選手として歩んできた道もやはりそういうことを追求してきたサッカーをずっとやってきてますので、大きく変わるようなことは全くないですし、どういうふうにと言われると非常に表現的には難しいですけど、あまり相違があるような監督像というのは自分の中に想像はしているわけです、はい。まあ、これまで、前監督が、掲げていた、プレーももちろんスタイルも大事だと思います。でそういうものもやはりうまく、彼の強みでもあるので、そこはしっかりと生かしていきたい。その上でやはり、欠けていたというか、ここはもう少しやはり前にプレーしていく、ゴール方向にプレーしていくっていう、でそれをいかにコレクティブな中でプレーしていくのか、そういうことをやはりずっとこれまでも、追求してきた部分があるので、そういうものをうまく選手とともに、加えていきたいというふうには考えています。ありがとうございます。今現地で感じているどのポジションに目標が必要か、またこう評価のつもりに要求を出しているか教えてください。ありがとうございます。だいぶあんま笑顔得意じゃないですか、ね。僕かっこいい。さっき言ってみんないじられました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。